아기사창? 하이! 아 シーロの注文したチーズケーキめちゃくちゃうまいな! でしょ? なあ、椿、そっちのアップルパイは? おいしいわよ へえ、ちら、とかしないから。それは自分の食べたい分だけ取って食べていいってこと? どうしてそうなるのよ? なんとか持ち直したわね、二人とも。いや、甘いものってすごいね。ヒーロー、ナイスな提案だったよ。どういたしまして。まさか、自分の考察一つであそこまで落ち込むなんて。純粋なのよ、渚ちゃんも椿ちゃんも。ヒーローはどうなの? 自分のことを純粋ですっていうほど自意識過剰じゃないつもりだけど。そうじゃなくて、映画のこと。そうそう、次はヒーロの番だぜ。私も気になるかも。聞いてたのね、二人とも。まあ、そうね。渚ちゃんと葵くんの考察も面白かったけど、 私の考えとは前提から違うわね。前提から? そもそも主人公がヒロインのこと最初から撃つつもりだったんじゃないかって思うの。空砲の下りもブラフで、一発目には普通の弾丸が込められてて。 俺には、こうすることしかできない。組織が敵のスパイの存在を嗅ぎつけた時点で、そいつは抹消される運命。現時点で、スパイの正体を掴んでいなくとも、組織の手が届くのも時間の問題だ。だから、今日は、君を手にかけるつもりで、ここに来た。私が、 本当のことを告白するより前に、スパイだって気がついてたのね。君の最愛の人のことだからね。そう、嬉しいわ。本当は君を見逃すこともできたけど、 そうなれば、他のヒットマンが君を狙う。そんなのごめんだ。君を他の誰かになんて。死から逃れられないのなら、せめてこの手で。ねえ、なんだい? 愛してるわ。あ、俺もさ、愛してる。 つまり、愛しているからこその行動、独占したいのよ、その人の死ですら。それに、自分の手で大切な人を葬れば、確実に一生忘れられない罪の記憶として残るでしょ。なるほど。って、ちょっと重かったかしら。情熱的とも言うね。 うまいこと言うわね。それほどでもないさ。ちなみにさ、ん?同じ状況になったら、やっぱ同じようにすんの?多分、そうかもしれないわね。でも、安心して、渚ちゃん。え?その時は、渚ちゃんが苦しまないように。 人思いに。ヒーロー?なんて、ね。それこそフィクションじゃないんだから、そんな状況なんてあるわけないわよ。だよな。あははは。<笑>
椿は？椿？え？あ、ごめん。何？映画のラストシーン。前に見た時は納得いってないって話だったけど、今日はどんな風に見えたのかなと思ってさ。ああ、まあ見え方は変わった。子供と大人じゃやっぱり感じ方は違うわね。その上でみんなの意見を聞いて、なんとなく自分なりの答えは出たんだけど、私のなんて聞きたいの？そりゃそうだろ、椿が言い出しっぺなわけだし。まあそれなら。そうこなくちゃ。でどんな感じだ？大体はヒーローの考察と一緒。ヒロインがスパイって気がついてたり、空砲のこともそう。せめてこの手でってつもりで、ラストはヒロインと向かい合ったんじゃないかしら。けど主人公はヒロインのこと見逃したい気持ちもあったと思う。その選択をした瞬間が椿ちゃんには見えたってことね。そう、目よ。目？銃を向けて見つめ合った時、お互いの目元がアップになったカットがあったでしょ。多分主人公はその時に感づいたんだと思う。ヒロインが主人公のために死を望んでいることを。私は愛するあなたを欺いてまでスパイでありたくなかった。けど私はスパイとしての生き方しか知らない。組織にとっての忠実な駒でしかない。私の暗殺命令が出たのを知っているわ。さあ私を撃って撃って終わりにして。私が本当に取り返しのつかないことをする前に、あなたとあなたの組織を壊すトリガーを引く前に。君はそんなことはできない人だ。スパイに向かない優しい人だから、俺に全てを打ち明けた。その目、涙は浮かんでいるけど覚悟の決まった色をしている。そうか、ここで見逃したとしても他の誰かにぶちまけるつもりなんだな。そしたら君は俺の手の届かないところで、はあ、白を切ってくれたらどんなに良かったか。ハニー、聞いてくれ。何？君は全てから解放する、自由になるんだ。ありがとう、愛してるわ。俺もさ、だから君のいない世界に意味なんてない。君は生きてほしいと言うかもしれないけど、それでも俺は。なるほど、自分も恋人の後を追うのか。なかなかに救われないわね。はあ、我ながらろくでもない結末を想像しちゃったと思う。やっぱり二人がどうにかして救われる結末の方がいいかも。だろ？ドンパチはどうかと思うけど。んだよ、釣れないな。それにしても人によってこんなに見え方が違うなんて。多分だけど、ああいう終わり方にして
あえて想像の余地を残してるんだろうね。答えは観客の数だけあるのさ。私たちに委ねられてるのね。そう考えればあのラストにも納得できそうかも。そこには私の欲しいエンディングが続いてるんだって。それならよかった。でもうこんな時間か。そろそろ行かないと打ち合わせに遅れちゃうわね。楽しい時間ってのはあっという間だよな。間違いないね。はあ、片付けも終わったし、やっと一息つける。定期ライブなのに今日はいつもより疲れたわね。サプライズで新曲の披露があったから緊張で気疲れしちゃったんじゃない？それはある。いつまで経っても新曲を披露する時の緊張にはなれないかも。やっぱりね。はあ、私もヒーローみたいに緊張に強かったらよかったのに。お疲れ様です。ありがとうございます。みんなで昔の映画を見たんです。それがインスピレーションになって。椿ちゃんの希望で見に行ったんですけど、これが考察のしがいがあるんですよ。みんな違う感想、見え方があって、見終わった後にみんなで盛り上がったんです。葵くんってば、それがきっかけでいいメロディーが浮かんだみたいで。まさきさん、お客さん来てるよ。なんか約束があるって言ってるけど。ゲストルームにお通ししました。深い時間から客か。相変わらず忙しいんだな。それに支えられているんだよ。感謝しないとね。だな。ドアじっと見つめてるけど、まさきさんに何か用事でもあったの？いや、そういうわけじゃないけど。まさきさんってば、何か言いかけて最後まで言わずに行っちゃったから気になって。観客からもらった新曲の感想がどうとか言ってたわね。ああ、新曲のことか。だったらあれだろうな。さっき掃除してる時にファンの人に聞かれたやつ。そうだね。あれって？今回の新曲、聞く人によって受け取り方が違うんだ。ある人は希望を感じてて、ある人は悲壮感があるって。なんかファンの間じゃ意見が割れてるみたいで、そこんとこどうなんだって聞かれたんだよ。あら、さすがあの映画からインスピレーションを受けただけあるわね。二人ともなんて答えたの？多分、いや、きっと二人も同じように答えると思うんだけど。あなたに委ねられる。こんな綺麗にハモるか？普通さ。あの映画のラストシーンの感想はみんなバラバラだったのにね。ほんとそうね。さらだけど不思議な感じ。私がこうして誰かと笑い合ってるなんて、あの日みたいに誰かと一緒に映画を見てただただ感想を言い合うなんて。はあ、
昔の私じゃ考えられなかったな。私もう一人じゃないのね。ん？何か言った？別に大したことじゃないわよ。またみんなで一緒に映画に行ければいいなって、そう言っただけ。